これをやってあげられると、力を抜くのとラケットヘッドを出すタイミングが分かりやすくなってくるかなと思うので。よいしょ。こんにちは、テニス365ミスタです。本日はフォアの手打ちについて解説していきたいと思います。そして今回は杉並区高井戸駅徒歩4分のところにあるインドアテニススクールの武蔵野テニスシティさんで撮影をさせていただいてます。手打ちに関してなんですけども、一番はラケットヘッドが出ないでボールをヒットすること自体がそもそも手打ちなんじゃないかなと思いますので、あまりこうですね、体を回そうとしてラケットヘッドが出てこないだとか、力が入りすぎてラケットヘッドが出てこない、もうこれだけで手打ちの可能性は十分にありますので、その原因とちょっと解消法について本日は解説していきたいと思いますので、そこで本日はヒッティングと球出しをしていただく武蔵野テニスシティの安川さんです。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。フォアの手打ちの原因についてまず説明していきたいと思います。主に3つございまして、1つ目なんですけども、やっぱり手打ちしたくないがためにどうしても体を回しましょうだったり、まあ、体全体しっかり使って打ちましょうということにやっぱ意識が行き過ぎてしまって、どうしてもラケットヘッドだったりラケットワークがどうしても出てこなくなっていってしまうので、まあ、原因としてはこういう形でお願いします。体目いっぱい使いすぎてネットは越えていくとは思うんですけど、あんまりボールとしてもあんまり威力は出ていかなかったりだとか、引っ張られすぎてやっぱり回転が多くかかっていってしまったり、面の向きもうまく安定してこないので、こうやってアウトしていってしまったりするのが、体を使いすぎてしまってラケットワークが出てこないがゆえのちょっと手打ちかなというふうに思いますので、これはなしでお願いします。で、2つ目なんですけども、まあ、どうしてもこの体を使う使わない以前に力がどうしても入りすぎてしまう、これはもう皆さんも知ってると思うんですけど、まあ、力が入りすぎていってしまうと、まあ、シンプルにただ腕力だけで打っていってしまうので、まあ、これでいい球は最初行くかもしれないですけど、だんだん疲れてきちゃうとどうしてもいいスイングというかいいフォアハンドにはならないかなと思うので、それを解消するためにどん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 力が入って結果的に怪我しちゃうみたいな形になっていってしまうので、まあ、手打ち、まあ、いわゆる一番手打ちの代表かなと思いますので、あまり力を入れすぎないことですね、まあ、力入れすぎてラケットが出てこないっていうことはできるだけ阻止していきたいので、これもしないようにだけお願いします。で、3つ目なんですけど、そもそもヘッドが出ていかない状況になってしまうかなと思います。まあ、その最初1つ目言わせていただいたやつも、2つ目言わせていただいたやつも、体回しすぎてヘッド出てこない、力入りすぎてヘッド出てこないっていうところにつながってきますので、まあ、ヘッドを出すってことはラケットワークしっかり取っていかなきゃいけないので、やっぱりラケットのスイングをしっかり意識できてこないとヘッドは出てこないと思いますので、まあ、力が入る、体回しすぎちゃう、この2つ一緒に、まあ、やっちゃうと体回して力入っちゃう、まあ、最悪ですし、力入るだけだとやっぱりヘッドを出すタイミングもちょっと取りづらくなっていってしまうので、まあ、ヘッドを出すというところに重きをちょっと置いていきたいので、まあ、ヘッドが出ていない方は、まあ、主に最初の1つ目だったり2つ目の原因が考えられるので、これから解消方法を説明していきたいと思います。で、一つ目の解消方法なんですけども、まあ、体を回しすぎないために、何を意識するかっていうところなんですけど、体を思いっきり回すってなったら右から左にこう体をひねっていくと思うんですけど、最初にひねる動作、まあ、ひねるってことは右側に体が回ってくるってことだと思うんですけど、そこからが問題で、そこから体を戻してくる状態の時にやってしまうのが、この左手で体を引っ張ってくるこの動作、これがどうしても強すぎてしまうと、お願いします、これが
強すぎていってしまうと右手がなかなか出てこなくなっていってしまうので、体は回ってるんですけどやっぱラケットワークがうまくいかなくなっていってしまうので、左半身で体を引っ張ってくるんじゃなくて、まあこうちょっと横向き作ったところから、まあ右側を回してくるようなイメージ、体を回すのであれば右側をしっかりと回してくるイメージですかね。左で引っ張っちゃうとヘッドがなかなか出てこないので、右半身を回してくるような形、右半身を回してくるような形、ちょっと気持ち悪いですけどこういうような形にはなるのかなと思います。まあ ここまで背中は丸めなくていいんですけど、こっちの右側をしっかりと出してくるようにしてあげるとラケットヘッドも出ていきやすくなるし、体のバランスも取りながらしっかりと打っていくことができるので、お願いします。よいしょよいしょ、まあ、これぐらいちょっとシンプルにスイングすることができるかなと思います。左側で引っ張ってくるんじゃなくて右側をちょっと回しに行けるといいかなと思います。で、2つ目の力が入りすぎて結局ヘッドが出てこないっていうところなんですけど、まあ、力を入れるってことは結構フォアハンドを解説させていただいているときによく言わせていただくんですけど、どうしてもやっぱり小指だったり薬指側にどうしても力が入りすぎていってしまうと、まあ、力は入るんですけどどうしてもヘッドは出ていきづらいかなと思うので、やはり中指、人差し指、親指をちょっと握ってあげることによってヘッドは出しやすくなるかなと思いますので、これも結構言わせていただいてますけど、小指側から力が入りすぎるとどうしてもヘッドが出てこなくなって、なんかシュート回転みたいな形になりやすいので、よりかはこの2本は外していただいてラケットヘッドを出していくために親指、人差し指、中指をちょっと握ってあげられると余計な力も、まあ、この握り方をするとあまり力が入らないので余計な力が入る心配はないかなと思いますので、できるだけよいしょ、ありがとうございます。できるだけこの3本を使った握り方をしてあげられるとヘッドは出しやすくなりますので、まあ、そこにあとは薬指、小指は引っ掛けるぐらい の握り具合でいいかなと思います。まずこの握りにちょっと慣れていただけると あまり力が入ってこないかなと思いますので、そこはちょっと頑張ってやってあげてください。3つ目なんですけど、まあ、体回さない、力入れすぎないってなった時に、まあ、大事になってくるのはラケットワークになってきますので、まあ、それも下から上とかではなく、やっぱりラケットヘッドは立てた状態だって、まあ、寝ててもいいんですけど、ある程度は高い状態からスタートをしてあげないことにはヘッドの動きをちょっと感じることができないので、ちょっと下から入りすぎてしまうとやっぱり下から上のスイングになりすぎてどうしてもこれも力が入りやすくなっていってしまうので、逆にラケットヘッドを立てた状態だったり、ここの頭に重みを感じてあげることによってどこにラケットの重心があるのか感じやすくなるので、まあ、力が抜けるとラケットの頭のこの重心の位置が感じやすくもなりますし、これが寝てたとしても先にあるラケットの重みを感じることによってヘッドはちょっと出しやすくなるのではないかなと思いますので、なのでどちらにしても体を回しすぎたりだとか力が入ってしまうとラケットの重みが感じられなくなっていってしまうので、極力力を抜いた状態を作っていただいてラケットの重みを感じながらですね、自分が思うスイングをしていただければいいかなと思いますので、スイング自体は皆さんコーチとかに教わってると思うので正解不正解は特にはないと思うんですけど、あまり下から出すぎちゃうと力が入っちゃうよっていうだけなので、ある程度ラケットを上げた状態を作っていただいてラケットの重みを感じながら打つと、これだけで体もそこまで回さなくていいですし、力もそこまで入れなくてもこれだけボールは飛んでいくので、
あまり力を加えないことと体を回しすぎないこと、まあ、余計な動きだったり力を加えないことによってラケットの重み感じやすくなりますので、ぜひそこを意識してやってみてください。はい、それではラリーで実際に打っていくんですけども、まず一つ目気をつけることとして、まあ、体を回さない、回しすぎないことですね。これもちょっとラリーでやってみたいと思います。お願いします。体をこう回しすぎないためにやっぱり右側をしっかりと回してあげることですね。右肩をかしっかりと出しに行けるように、ボールに対して右肩を出していく、右肩を出し、これが左手大きく引っ張ってきちゃうとなかなかまとまっていかないので、こう引っ張りすぎるとちょっと右に切れていきやすいかなと。でこれを右に切れていかないようにするとどうしてもこういう変な当たり方しやすくなっていってしまうので、あまり体を回しに行くよりかはボールに対してしっかりとラケットはセットするんですけど、その中で右側を回しに行ったりだとか右肩を出しに行けるようにスイングをしてあげましょう。右肩を出しに行く、右側を回していく、まあ、右側を回す肩を出しに行く、まあ、大体ちょっと表現は違うんですけど、ちょっと、まあ、ちょっと言いたいことは一緒かなと思いますので、まあ、体を、まあ、回す意識がある方は回すのであれば右側を回す、左で引っ張らないように右側を回しに行くと。回す意識よりも肩を出しに、右肩出しに行った方がスイングしやすいって方はもちろんそちらでも構わないので、よいしょ、どちらにしても右側をしっかりと動かしてあげる、まあ、ラケットを持ってる側をですねしっかりと動かしてあげられるようにするとフォアハンド手打ちは解消されるかなと思います。よいしょ。では2つ目なんですけど、やっぱり力が入りやすい方はこの2本はできるだけ抜いた状態作っていただいて、しっかり慣れてあげないことにはやっぱりどうしても力がぐーっと入っていってしまうとヘッドが出てこなくなっていってしまうので、まずはラリーの中でも、まあ、球出しでできる方はもちろん球出しやっていただいて、ラリーの中でも実際にこう2本外した状態でですねちょっと打ってみてください。よいしょ。これちょっとコントロールするのが難しいっちゃ難しいんですけど、大事なのはこの力抜いた状態をどう作れてるかというか、この2本抜いたことによってあまり力がなくても当たりさえ良ければしっかりボールは飛ばすことができるので、力がいらないよっていう感覚になってくれれば一番いいかなと思います。よいしょ、よいしょ。でこの2本を外した後、じゃあ一気に2本追加するってなるとまたこれも力が入りやすいかなと思うので、まあ、1本ずつですね付け加えていきましょう。次はじゃあこの小指を外した状態だけ、これだけでもだいぶ力は入りやすくなったり、ちょっとラケットの操作は親指、人差し指、中指よりかはあのラケットの操作はしやすくなるかなと思います。ただここで薬指側に力が入っちゃうと、だいぶ力入っちゃうとこれもまたラケットヘッド出ていかなくなっていってしまうので、薬指は握り込まずにできるだけ、まあ、ちょっと浮かした状態でもいいし、くっつけるぐらいでもう構わないので、あまり薬指に力が入らないようにだけ気をつけて、よいしょ、打ってあげると、これだけでも十分力は伝わっていくので、まあ、そこに体を回すなんてことをしちゃうとせっかく力が抜けているのがもったいないことになっちゃうので、できるだけ力抜いた状態作っていくためにこの薬指、小指は使わないようにしていきましょう。
で実際に最後小指も加えて打っていくんですけど、やっぱりいいボールいいボール打とうとかちょっとコントロールしたいなってなってきた時、どうしても握り込んでいってしまうので、コントロールするのもボールをヒットするタイミングだと思うので、それが早いのか遅いのかでクロス行ったり逆クロス飛んでいったりするだけだと思うので、それを力でコントロール力を加えてコントロールしようとすると、どうしても面のブレだったりヘッドが出てこないっていうことにつながってきてしまうので、あの力を抜いた状態、この小指薬指を使わない状態にしっかり慣れて、ラケットをボールに当てるタイミングを、そこだけを考えてあげられるとコントロールもしやすくなると思うので、そこだけ気をつけながらちょっと力を抜いた状態作って、薬指小指を使わないようにできるだけ意識して、その中でタイミングですね、よいしょ、取るタイミングが早くなればちょっとクロスも打ちやすくなりますし、よいしょ、ごめんなさい、逆に少し遅れるだけでこうやって右側に飛んでいきやすくなるので、そのちょっとずれてきたなと思ったら力を加えるのではなくて、このラケットを振り出すタイミングを意識してあげられるといいかなと思います。よいしょ。で3つ目なんですけど、まあ、体も回さないし、まあ、力を抜くっていうところと、まあ、そこの中でラケットヘッドを出していきましょうねってところなんですけど、まあ、あの先ほど2つ目の時に説明させていただいた小指薬指抜くってところ、それをしてあげるだけでまずラケットの重みを感じることができるので、そこでやっぱりラケットの重心がどこにあるかなっていうのが一番感じやすくなるかなと思います。でラリーの中でも、ただテイクバックした時にこうやって固めて待ってるだけだと、どうしても力が入っちゃって、あまりいい球にはなりづらいかなと思いますので、まあ、僕もたまにこうクイックイって動かすんですけど、これぐらいちょっとラケットの重みを感じながら、ただこれをやるときに握ってるわけではないので、ただこの手首っていうんですかね、リストをちょっと動かしてるだけというか、ラケットの重みを感じてちょっと手をブラブラさせてる、こうやって手をブラブラさせてるだけなので、あまりこう力を入れてグッグッってやってるよりかはこうやってブラブラってしてるだけなので、まあそれぐらいちょっとラケットの重みを感じてあげられると、こうやってラケットの重みを感じることによってヘッドが出しやすくなってくるかなと思います。これが実際に先ほどやった2本外した状態だとしても、これをやってあげられると力を抜くのとラケットヘッドを出すタイミングが分かりやすくなってくるかなと思うので、よいしょ、じゃあこの2本外した時もこれをしてあげられるといいかなと思います。よいしょ。ただこの2本外した状態でこうやって動かしていくと、だんだんちょっと手首とかちょっと疲れてはくるので、あんまり力でやっちゃうと腕壊しちゃったりするので、おすすめは、まあ、こう外した時に、まあ、やるのもいいんですけど、ちょっとしっかりと5本の指使って、しっかり全部の指使ってですね、手ブラ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 してあげられるとちょっと故障も起きにくいかなと思いますので、ヘッド出していくためにはちょっとそこを気をつけてやってあげてください。本日はフォアの手打ちについてちょっと解説させていただいたんですけども、まず1つ目の体を回しすぎないっていうところと、2つ目の力が入りすぎてしまう、その3つ目のヘッドを出せるように、ヘッドが出せないとちょっとどうしても手打ちになってしまうっていうところで、原因と解消方法をちょっとご紹介させていただいたので、まあ、どちらにしても右利きの方は右側ラケット持ってる手だったり腕をしっかりと動かしていかないことにはラケットヘッド出ていかないですし、そのラケットヘッドを動かす中で力が抜けないと無駄な動作がどうしても入ってきてしまうので、そうなってきてしまうと頑張って体回してるのになんでボール飛ばないのっていう風なちょっと悩みになってくるかなと思います。それはやっぱりどうしてもラケットヘッド出てこないことにつながってくると思いますので、ちょっと今日紹介したところを引き続き意識してやっていただければと思いますので、本日はヒッティングしていただいた安川さんです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。武蔵野テニスティはインドアで冷暖房も完備、更衣室ロッカーも完備、近くにコンビニもありますので、杉並区高井戸にある武蔵野テニスティにぜひお越しください。では本日もありがとうございました。